11月28日の9時30分です。えー、このオレンジの花、えー、今映しておりますで、これはカエンキセワタという、えー、シソ科の植物を今映しております、えー。南アフリカ原産で、えー、原産地ではあの小低木、えー、樹木になりますけど、えー、日本では、えーまあ、冬場上,上,上部が、えー、枯れてしまいまして、 えーまあ、多年草出根草扱いになっておりますこの名前の由来は、えー、この木生綿っていうのがこの果敢のところですねあの花のところにこの綿のような、えー、毛が密生しておりまして木生綿そして炎のような、えー、この花ですねそれで えー、カエンキセワタという名前がつ、ままあ、和名ですね、和名がついております。えー、学名としては、えー、レオノティス、レオヌルス、えー、これ、ライオンの、えー、耳、ライオンの尻尾っ,っていう、えー、学名がついております。英、まあ、名でも、えー、ライオンズイヤー,、えー、ライオンズテールっていう英名も、えー、ついております。 日本にもこのメハジキ属の植物ありまして、えー、キセワタという、えー、植物あります。まあ、それはもう京都府の絶滅寸前種に指定をされております。はいえー、ここ、芭蕉ですけども、えー、四季彩りの花の、えー、入ったところに植栽をしております。えー、カエンキセワタです。 えー、隣にはニトベギク、そして、えー、小立ダリアも今、えー、咲いております。はい、花粉規制ワタを紹介いたしました。